ポケポケメタモンには今後無限の可能性が広がってると思うんすよ。いざヤバい組み合わせが見つかったら見つかったで速攻禁止行きとかされそうだけど。言うて完全相手依存だし平気か？相手と同じエネルギー必要で大体の相手より低い HP なんで無理っすね。味方に恩恵ある技だとしても味方が恩恵受けられるかは不確定要素だし。これピカチュウ EX の技コピーするのに電気エネに包んだもんについてなきゃダメってこと？現時点で弱すぎない？なんならピカ EX はベンチのポケモンが電気じゃなきゃいけないからメタモン入れるようなデッキだとコピーしてもダメージ出せないぞ。ポケカの歴史においてメタモンとミュウは相手の能力をコピーする系のものが多いんだが、一度たりともその力で覇権を取ったことがないという歴史が一が夢物語であることを証明しているんだ。素では無理でも2種のメタモン専用パウダーが実装されれば。あれ、もしかして本家ポケカでもパウダー実装されてないやつですか？無色ポケ限定の強化要素が来れば対面キャラパワーの振りはなんとかなるとしてもエネイロ運ゲーなのは結構どうしようもないんじゃないかな。本家と違ってエネがカードじゃないから高級特殊エネでドッカンも叶わなそうだし。無色ポケの話になると絶対エネルギーカードが相当項目にない問題出てくるよねー。速攻環境が進んでカモネギが必須級とかになったら相手カモネギの完全上位互換になるの偉くない？ HP30 くらい離れてると思いきや10しか違わなかったわ。メタモンの利点って EX 枠使わないで相手ベンチの EX 技パクれるところだからなかなか難しいよね。色高速ゆるい EX が増えると化ける。ドラパルト EX 待ってるよ。相変わらず化け物だな。こんなのポケポケに来たら環境壊れる。特性で霞ファイヤーたちの加速対象にならワンちゃん。相手のファイヤー EX 炎の前をパクっている時が一番性を実感する。プロもプリン意識でピン刺ししてみたが言うほど使わなくて速攻で外した。ポケポケだとピン刺しって概念自体が成り立たないような気もするが。ランダムサーチしかないからな。好きな種ポケを選んでて札に加えられるならまだしも。二次エネルギーみたいなのが来たらやばいと思う。まあポケポケの現状特殊エネルギーはなさそうだけども。やるとしたらエネルギーゾーンからレインボーエネルギーを取り出してつける、みたいなサポーターが限界かね。さすがにつけ先は名称指定入るだろうけど。相手依存で安定性はない。ただしサブのククリン EX とかを逆手に取られて奇襲みたいな事例もあるからロマンはある。このカードに強みあるとしたら EX ポケモンの技をコピーできるとか相手が一生懸命進化させたポケモンの技を種ポケモンなのに使えるって部分と思う。そこに強み見出せないなら最初からコピー元になるポケモン採用しろよって話になる。相手の場ってのが絶妙。自分の場だったら多分許されないと思う。一回だけリザ EX パクられてぬっ殺されたことある。今だったらニャースとプリンとガルーラくらいかな。まともに奪える強い技。でも俺のメタモンはサイコドライブや流星群をパクって買ったこともあるし。相手ベンチのモスノを利用して睡眠ゲーしたやった時のしてやったり感は忘れられない。まあそのせいで死に札になりがちなのに未だに抜けてないんだが。これって相手と同じ色のエネルギー選択してないとダメなのかよ。きつくない？きついよ。しかも設定できるエネルギーの上限は3色までだから、例えば自分のエネルギーが雷水炎で相手のエネルギーが塔とかだったりすると悲惨なことになる。正直海流デッキがよく被るから育成が間に合わなかった時の保険としてすごく使いやすかったりする。別カードで味方ベンチの技使えるようになればいいのにね。どっちかといえばスケッチか。どんなカードゲームにも環境トップのデッキが1種類だけになった暗黒期が訪れる。その環境ではミラーマッチ率が極端に高くなるので、そこで噛み合わせが良ければ輝くかもしれない。ルギアとかアルセウスみたいな強いノーマルが来たらメタモンが輝く可能性はある。エアロブレイクカウンターできる日は近い。反動で粉々になるメタモン多そうだな。相手のバカラ技を選ぶって専用 UI すぎて一度触ってみたさはある。それ用にデッキ組むほどの威力はないけど。基本 HP 技の威力だから事前に削り入れてないと技コピーで落とせねえんだよな。エネ条件がポケポケのシステムと相性悪すぎる。メタモンが場にいる間は供給されるエネが相手の色参照するとかなら何かできそうだけど。
エネコ数ならまだやりようはあるんだけど、食まで揃えるとなるとさすがにね。レインボーエネルギー待ちか？あるいはメタモン専用エネルギーグッズ的なやつ。まあ間違いなくロマンはあるから、シンプルに弱い勢と比べると将来性はある。環境取れるかは別として、